皆さんこんにちは、淡井圭介です。2023年、10月25日、私の、まあ、自宅の近くは、まあ、この田尾寺駅の近辺なんですけども、まあ、こちらの、吉尾と書かれている交差点のところから、ちょっと、まあ、バスに乗って、まあ、この辺りまで来てですね、この辺りから河川があります、まあ、こちらを撮影していって、この河川は最終的に、加古川に合流します。で途中で、まあ、先ほどの河川が、まあ、こう続いているんですけども、まあ、途中で、ドントダムのところからの河川と合流します。それが、まあ、この辺りだったと思います。で、まあ、そのまま、西の方に進んでいくと、まあ、加古川に合流すると。でこの間の撮影で、加古川のこの辺りの地点は撮影しましたので、まあ、ある程度、まあ、この辺りのところまで、撮影しに行くと。で、まあ、三木駅とかこの辺りにあるんで、まあ、この辺で電車に乗って帰るか、まあ、もしくはこちらの方の河川を撮影するか、まあ、時間にもよるんですけども、もしかしたらこちらの方の河川の上流の大川瀬ダムの方へ行くかもしれません。まあ、これは本日のルートです。現在時刻、朝の8時、夜中の、3時ぐらいに起こされて、まあ、撮影に来た次第です。では一旦、オフにします。こちらの、弓の木と、書かれているこの辺りに来ています。まあ、道路からちょっと、あちらの方が道路なんですけども、まあ、下ってきたところで、まあ、こちらがその河川になるんですけども、まあ、川底とかが、コンクリートでこう設置されてないと、まあ、程よく、まあ、水が流れているような形で、まあ、周り田んぼなんですよね。向こうの方もずっと田んぼです。でもうちょっと向こうが上流なんでしょうけども、河川の始まりの、そういったところから河川の両サイド、一応あの辺りは岸壁工事されています。見えますかね、ちょっと草で見えなくなってますけども、一応向こうのあの辺りのところまでが川幅なんですよね。この辺が土砂が堆積して草が生えていると、まあ、こういうような状態で、まあ、こちらの内側見てもらったら分かる通り、まあ、岸壁工事はしてあるんですよ。でこういうふうなところのその河川の底をきれいに整地してあげることによって、向こう側の下流の後部橋のところで水がなくなっているように、河川の底から水が抜けているんですよね。だからうまいことコンクリート工事をずっとこの先まで、加古川に合流するところまで仕上げたらかなりの水が集まってくると、まあ、そういうことが予想されます。それでは、何キロか先まで行ってみたいと思います。まあ、先ほど撮影していたのがあちらの方なんですけども、こちら見ていただいたら分かる通り枯れてる竹が、ものすごくたくさんあります。でこれが、まあ、現在地がこの弓の木なんですけども、この深谷かな、この辺りからもう両サイドずっと、枯れてる木、枯れてる竹とか枯れてる木とか倒木とかがずっとこう密集してる。まあもう多分どの道もそうだと思いますよ。だから自宅での売電認めてあげて、かまど発電っていうものを一般世帯にこういうふうな田舎のところはまあ認めてあげると、まあそういうような形が良いかと思います。まあその辺のところがね、まあ東北とか北海道とか北信越とか日本海側のところとか、あと山間部のところとか、こういうところいっぱいあると思うんで、それで500万世帯、かまど発電一般家庭で目指していただくと、で売電していただくと、まあこういうふうなことを、考えています。あとこういった道路沿いのところ、こういうふうな放置されている家、もう木に覆われ始めているところとか多いですね。でこちらも多分放置している家だと思います。この隣のところとかに広島県ナンバーの車とかで、放置されていたりだとか、まあ、冷蔵庫、10台ぐらい、空き地に置かれていたりだとか、まあ、多分不法投棄の類でしょうね。そういうようなところも金属回収として動いていただきたいと思います。数百メートルほど、下流に来ました。で、まあ、こういうふうな傾斜があるので、まあ、その辺りのところで、門を作って、で、傾斜に合わせて、
まあ、河川水門開閉式ダム発電を行うと。ちょうど真ん中のところが木なんでね、あと両サイドからあの水集めやすいように、あとまあ堆積してる土砂とか草とかがそれらがかなり余分なんで、まあ、それらを、取り除くのが、まあ、ちょっと大変かと思いますけども、ああいう横からね、ああいう風に山の中からの水が集まってきて、流れ出てきていたりします。で、まあ、こちらの方は、まあ、こういう風な状態ですね。水量は結構あるんですけども、この先、さっきあちらの方は下岸壁でしたけども、こちらの方を見たらやっぱりちょっとね、水抜けてるような気がするんですよね。岩石のところと、土のところがあると思うんですよ。そしたらまた、もう少し先まで行ってみます。あちらの方が河川なんですけども、あちらの方に、小学校みたいな、建物があります。まああちらで蒲田発電を行ってもらったらいいんじゃないかなと思います。まあ周りね、これだけ、山に囲まれてますんで、いっぱい、集めれると思います。まああちらも山です。先ほどあちらの方にあった、学校のような建物が、まあ、交差点の名称を見ると、高徳小学校という名称みたいですね。で、河川、ある程度歩いてきたんですけども、まあ、ここに門を作るべきかどうか、ちょっとどれぐらい傾斜があって高さがどれぐらいかなっていうところで、まあ向こうの方見てみたらああいう風な形なんですけども、そこそこ下ってるかなと。まあやっぱり河川の下コンクリート工事、しないとダメですね。あの辺りとかよく見てもらったら分かると思う通り。でまあこちらはこういう風な形状になっていると。まあここは一旦、まあ、高さあんまり変わってないかもしれませんのでスルーでいいかもしれないですね。もうちょっと先行ってみます。まあ少し下流まで歩いてきたんですけども、まあちょっと岸壁工事がいりますね。この辺りまで来るとまあ木が生えていてと、まあ、両サイド全然手入れはされてない状態で、まあ水が流れていると、まあこういう風なところですね。あの辺りまでは、あの辺りまでは岸壁工事されてるんですよ。ここの辺はちょっと普通ですね。で、どっか橋があったらね、もうこの辺りで水門、用意したいなとは思ってるんですけど、もうちょっと先行ってみます。先ほど撮影していた辺りがあの辺りなんですけども、まあ、すぐ 100m ほど来たら、橋ありました。で、この辺りで、こちらの方に傾斜があるんでね、あの段になってるところで、ちょっと川幅があんまりにも広いので両サイド、狭めるような形で、V 字型で、堤防みたいな形、高さ、まあ、30センチぐらいのものを作ってもらって、まあ、真ん中の方に水集まるような形にして、でまあ、真っすぐ、こういう方向で、水を通すと。で、貯水がしっかりともしできたら、まあ、高さ、まあ、サイドの堤防がだいたい2メートルぐらいなので、それに合わせてこちらの方も石垣込んで、高さ2メートルぐらいにあちらの方も、奥の方は結構高さあるんで、で、まあ、石はこの辺に落ちてるんで、その辺のところ、拾って、石を組んだりするような形で、で、河川の幅がちょっと広すぎるんでね、その辺うまくちょっと調整して、対応しますよ。で、水さえ溜まったら、この傾斜で20センチ ×20 センチで、まあ、10メートルぐらい、地下水流トンネル発電型で、傾斜つけて、作ると、まあそういう風な形でいいと思います。多分河川の水底を抜けないような形でしっかりしていたら、24時間その20センチ ×20 センチの、地下水流トンネル発電がずっと稼働しているような状態になると思いますね。もうちょっと先まで行きます。先ほどの続きですけども、まあ、あちらの方から歩いてきたんですけども、河川がこう途中で蛇行して、道路をまたいで、あちら側にあります。で、あの辺りに橋が見えると思うんですけども、あちらのところに河川水門開閉式ダム発電ですね、まあ、20センチ ×20 センチで、まあ、その先が平らですからね、まあ、10メートルぐらいの地下水流トンネル発電でいいと思います。まあ、あと大雨降った時用に
1メートル ×1 メートルもしくは2メートル ×2 メートルのものも用意しておくと、まあ、そういうふうな形ですね。であちら民家があって橋があるんですけども高さが1メートルぐらいしかないんですよ。ですので、あんまりね水位高いところまで来てないと思います。もうちょっと先まで行ってみます。先ほどの地点から、まあ、あちらの方から、まあ、数百メートルほど歩いてきたんですけども、まあ、河川の底はね全然設置されてませんので、両サイドも、この辺りの竹とか木とかもすっきり伐採してもらって、まあ、河川の下に石ころがたくさん転がってるんでね両サイド石垣組んでもらって、もう高さ2メートルぐらいでいいと思いますよ。それで進めていきましょう。門はまだもっと先のところで、用意しましょう。あちらの方から歩いてきたんですけども、河川がこちらです。こういう風な風景の、橋がありますので、まあ、こちらに次の水門ですね。まあ、高さ、端っこの、右手にある堤防ぐらいの高さまでで、高さ合わせてもらって、まあ、そうすれば向こうの方の河川もある程度のところまで水たまるでしょうから、まあ、それで、その先のところで、20cm×20cm の地下水流トンネル発電、まあ、ストレートに、まあ、そうですね、まあ、10メートルぐらいとあと1メートル ×1 メートルともしくは2メートル ×2 メートルにしといた方がいいかもしれないですね。次行ってみます。あちらの方から歩いてきたんですけども、こちら右手に中学校があります。まあこちらの中学校でもかまど発電を行ってもらったらいいんじゃないかなと思います。もうちょっと先まで行きます。道路で、道の駅王吾、2km と書かれている表札、こちらからですね、まあ、こういう道がありまして、下に河川があると。でちょっと待ってくださいね。一度こちらの道で下の方行ってみますね。一応ですね以前その設置する場所のところから多分 1km ぐらい歩いてきてるとは思うんですけども、距離的にまあ高低差どれぐらいあるのか、なだらかな傾斜なのでちょっとよくわからないんですけども、まあとにもかくにもこの辺りはちょっとまあ竹切ったりとかして、まあ竹切らなくてもあの辺りとかにも石いっぱいあるんで両サイドをね石垣組むような形でもいいと思います。まあ河川がちょっと細くなってちょうどいいぐらいの、形状だと思われます。まああちらのとあの辺りがね岸壁工事あの辺りまではできてるんですよ。まあそれまでのところで多分そこのところから水抜けてるでしょうね。ここまで来て水量変わってないか減ってるかのどちらかですね。だからどうしましょうかね。ここで門作るかもうちょっと先まで行ってみての方がいいかもしれないですね。なんかここから先がだいぶなだらかな気がするんですよ。それだったらだいぶ先に作った方がだいぶ水貯水できますんで。あ、なんか先あそこにイタチみたいなのがいましたね。野生の見えるかな。あ、もうちょっといなくなりました。まあもうちょっと先まで行ってみます。橋の上に来ました。あちらから歩いてきたところで、こちらは下流なんですけども、いいとこ、見つけましたね。あの辺りをダム化してこの橋の高さまで。両サイドちょっと幅広いですけども、そうすればね途中で合流する河川のところで門作るっていうようなことを言ってましたけども、この水位までの高さだったら多分あの辺りまで届くと思います。だからそこの門作らなくていいで民家があって、水位高さ1メートルぐらいのところに橋かけて、住まれている方がいらっしゃったと。で、あの辺りまで、まあ、到達するぐらいになるんじゃないかなと思います。で、あちら、まあ、高さがありますよね。そこで、傾斜つけて、まあ、20センチ ×20 センチと1メートル ×1 メートルと、3メートル ×3 メートルの地下水流トンネル発電、まあ、斜めに
まあ、作ってもらって、まあ、長さ向こうの、 あのもう一つの橋のところまでの距離で、作ってもらったらいいんじゃないかなと思います。かそれかそこの底を、工事して開けてしまって、まあ、その地下水流トンネル発電をまっすぐ作ってしまうかですね。その方が多分水圧かかるんでしょうね、そこ掘ってしまった方が。だからそこを掘らないで、そこの、 あの段差のある少し先のところで、あの地下水流トンネル発電にしたらいいのかな。その方が力かかるのかな。そういうことになってきますよね。そうですね。だからちょっと待ってくださいね。もう一度考え直しますね。高ささえあったらいいから。まあけどあの橋のところだったら高さが低くなりますよね。もうほとんどここの河川の底のところと同じぐらいの高さだから。だからその手前のところで門を作るような形ですね。そうすればあの橋のところが、水没しないという形になりますか。高さはこちらの手前の方が高い位置に、なってきます。あ、それにしましょう。でそこから先地下水流トンネル発電、まあ貯水量かなり貯水できたら、まあ、あの100メートルぐらい、それぞれに、作れるようだったら、作るというような形ですね。先ほど撮影していたのがあちらのあの大きな橋のところなんですけども、その手前のところに、撮影してた時映ってたと思うんですけど、なんとか用水路という、用水路があって、もしかしたらあの河川の底にろ過器が入ってるかもしれないんですよ。でこちらの方にあのパイプ通して水を送水している、その可能性が非常に高いと。あの水が溜まってる割に流れてないんですよね、あの先のところの、滝のようになってたところ。だから多分そこでろ過器使ってこちらから送水してるんじゃないかなっていうところですね。ですので、あそこのその地点は一回も水道局と聞いてもらって、ろ過器入ってるかどうか確認してもらって、ある程度のところまで、まあそこを、まあ、コンクリート化すると、まあ、そういうふうな形で、良いかと思います。で、まあ、ちょっと道路から横道それで降りてきたんですけども、まあ、こちらの方の河川の底はこういうふうな形状ですね。あの先の方のところ見たら分かると思うんですけども、中央に水が集まってる割には上流と比べて水の量が明らかに少なくなってるので、多分ろ過器が入ってるんでしょうね。だからまああの辺りのところからその地下水流トンネル発電、まあ、水大雨降った時には溜めれると思うんでね、まあ、この辺り、底とかを整地して、真っ平にして、まあ、あの辺りからこの橋のところぐらいまで、ね、あの地下水流トンネル発電を、まあ作ると、まあ、そういうふうなところですね。だ次の水門はだいぶ先になりそうですね。では先に進みます。先ほど撮影していたところが、あちらの奥の方ですね。まあ1キロ以上歩いてきました。もうずっとなだらかなので、ここの橋の上はスルーです。であちらに大御小学校というところがあるんですけども、まああちらでも、冬かまど発電してもらったらいいんじゃないかなと思います。先に行きます。あちらの方から歩いてきました。豊助まんじゅうという、建物を越えて、こちらですね、右手がオリムピックゴルフクラブという、看板があります。そちらの橋、こちらの方で、河川水門開閉式玉発電、高さ、まあ、2メートルか3メートルぐらいで十分だと思います。で中央に向けて、V 字型で、まあ、水集まるような形で、組んでもらって、大雨降ったらその河川の、 両サイドの中央の橋脚じゃない、その両サイドのところから
あの土手のところの上通って、まあ、勝手に抜けていくような形でね、用意してもらったらいいと思います。あの水の量を考えた大雨でも多分そこまで、行かないと思います。中央のところ通って終わりだと。で、まあ、そこの中央のところから、地下水流トンネル発電、まあ、50メートルぐらいのものを20センチ ×20 センチと、まあ2メートル ×2 メートルでいいんじゃないかなと思います。ちょっと周りの風景だけ撮影しておきます。向こうの方から歩いてきて、います。で、河川は多分、あちらの方にあると思います。で、まあまあ周りの風景見ていただいたら分かる通り、かなりの山の中です。で、先ほど、まあ、あちらの方にね、あの北海ラーメンっていうラーメン屋さんがあったんですけども、そこで昼食にしようかなと思ってたんですけども、ちょっと早いですけども、今11時ぐらいです。定休日でした。もっと先まで歩くしかありませんので、まあちょっとした誤算ですね。まあ次の水門、河川水門開閉式断発の設置場所、まで行ってみたいと思います。まあ、向こうの方からだいぶ歩いてきたんですけども、そちらの橋もまだスルーで、まあこの道多分まだ先続いてると思うんですけど、あちらの大通りの方はね、あの秀和株式会社で働いていた時に何回もあの三木市とか、小野市とか、西脇市とか行く時に使っていた道なので、どういう道なのか知ってるんですけど、この河川沿いの道たどって歩いて、まあ、道がちゃんと三木市まで続いてるのかどうかちょっと不安なんですけども、まあちょっとその先まで歩いてみますね。基本的にずっとこういう風になだらかなので、多分この橋もスルーだと思います。で、もうちょっと先まで行ってみます。まあ一応ね、こう見た感じ、遠くの方のその曲がり方の先の方はちょっと下がってるなっていう感覚はまあなんとなくあるんで、ただまあこの河川高さまあ3メートルぐらいなので、幅まあもうちょっと先まで、行ってみてから判断したいと思います。そのまま歩いてきたら、カツオ地区農業集落排水処理施設というようなところに出てきました。まあそんなに大した距離来てないんですけども、まあこの辺りでいいんじゃないかなと思うんですよ。で、まあ、真ん中にあの大きな岩とかあるんで、水門を作ってその水を排出する時の排水口がその右の方に、20cm×20cm とか、2m×2m とかのものが用意できるのかどうか、まあ、1m×1m でいいと思うんですけどね。よっぽどのことがなかったら上の方までなかなか水たまらないと思うので、かなりの距離歩いてきましたし、まあ、多分まあこの辺りですね。まあ、およそということでこの辺りということにしておきます。また一旦道戻って、もうあの先進めないんで大通りに戻って、片道1車線ですけども、大通りに戻ってちょっと幹の方まで行ってみて、もう一回判断したいと思います。先ほどの、地点で、河川水門開閉式玉発電作りましょう。だいぶ歩いてきて、大通りの方からちょっと脇道入って、河川の方来たんですけども、まあまあこういう風な風景で、で、まあこういう風な状況ですね。河川の底の方がですので、ちょっと先ほどの地点が良いかと思います。まあまあこの辺りも竹の林で、まあ、枯れてる竹が、まあ、もう密集していて、まあかまど発電とかどっかのね、ご家庭で装備してもらったら結構発電できるんじゃないかなと思います。バーンを見ながら、では、もう少し先までまた行ってみたいと思います。次はドントダムからの排水河川と合流するところぐらいなんじゃないかなと思ってるんですが、まあとにかく行ってみます。良い地点見つけましたね。あちらが先ほどの河川なんですけども、そこへ合流する河川、水の量こちら結構あります。これ上の方まで何台か回転扉を置いた方がいいですね。まあ上と高さ、横と高さ、いっぱいにとって、水の量結構ありますからね。安定して結構な水の量が流れてきてるので、まあ、あちらも段があります、ね。
ギアつけてあげたら結構発電すると思いますよ。まあこの道路ここストレートですからね、上の方まで何台も置けると思いますよ。両サイドあの草とか刈っといて傾斜がありますからね。なあもうこのまま回転扉を置くような形で、あっちのところあのガードレールで曲がってますけども、あの辺りのところまで、そこの河川まで、まだだいぶ歩いてきたところに、ここにしじみ小学校というところがあります。すぐ横が、先ほどの、河川で、枯れてる竹とか、まあ一部河川の底の方にある竹に関してはもう全部伐採してもらったらいいです。で、まあ、しじみこの小学校で、まあ、学校の先生とかもしくは誰か人雇って、冬場かまど発電、していただけたらなと思います。もう少し先行ってみます。あちらが、先ほどから撮影していた河川なんですけども、この河川に合流する、河川、大谷川という川なんですけども、まあある程度の水が、晴れの日でも流れています。堆積してる草とか土砂、かき出しして、あとここの下の方をですね、コンクリートがやっぱり割れてるんですよね。で中土になってるんで水抜けてると思います。ですのでこういったところもどっかで水門作って、水止めといて、でまあ補修しなければならないでしょうね。あちらの方から歩いてきました。右手が河川なんですけども、あちらが子ども園というところが、名称ちょっと、よく読み取れなかったんですけど、まあ、あります。その斜め向かいですね、こちら多分まあ、乗り捨ててる車ですね。まあ、状況を見てもらったら分かるかと思いますけども、まあ、メーカーさんの方で回収してあげて、あの金属回収ということで対応していただけたらなと思います。あとここに、河川の方に入っていける階段があるんで、まあ、これであの枯れてる竹とか、伐採しやすいかと思います。こういったところから降りていけばもうちょっと先まで、あちらが、左へ行くと、三木市の緑が丘です。で、河川の状況なんですけども、結構長い、距離岸壁工事、されていません。で河川の下の方のところまで、竹の林が、まあ、何キロにもわたって、続いていると、まあ、こういう風な状況ですね。だからまあ両サイドちょっと石垣組むような形で、まあ、その竹が生えているところの手前のところでね、あの石垣をまあ2メートルぐらいの高さとかでまあ組んでもらえたらいいんじゃないかなと思います。まあ、まあ大体2メートルぐらいで、でなだらかな河川で、で気がついたらドントダムの合流河川ってもうもっと向こうでした。うん、もっと向こうで、もう合流したところでした。でなだらかな河川なので、あの河川水門回式ダム発電を結局どこに設置するかの問題なので、もう少し、先へ進んで、現在地がまあこの辺りだと思われます。この辺りかな、まあ、あの大体この辺りなんですけども、こちらの河川が合流して、でここに橋があって、ここにね、あの河川水門回式ダム発電を作って、まあ、とにかくストレートに、地下水流トンネル発電を作りたいので、まあ、この辺りが妥当なんじゃないかなと思ってるんです。で、まあ、とりあえず現場そこまで行ってみます。先ほどの地点からあんまり変わってないんですけども、まあ、この辺り、手前の方にかなり、土砂が堆積しています。まあ、中央とかもそうなんですけども、石とかも多くて、これを手前の方にできるだけ寄せてしまって、向こうの方はとりあえず岸壁工事ができてるんで、この辺りを橋の下のところぐらいからは、でできるだけ手前の方に持ってきて、寄せてしまうような形で、作業を進めてください。この河川のそのすぐ、隣に、今度はしじみ中学校というところがありますので、まあ、こちらの学校まだ稼働されているんでしたら、そのかまど発電、ぜひ行っていただきたいなと。その土砂を手前の方に寄せておくのは、その
竹林とか木とかそういったものを一応残しておきたいと、あの鴨田発電とかで使用できるからと、まあ、そういうことですね。今農地のど真ん中を歩いています。こういう風なところですね。加古川だと思われます。まあ、あちらが、河川なんですけども、途中で、三木市立三木小学校まで来ました。こちらの方でも、まあ、かまど発電にするか、もしくは、まあ、暖房用の、かまどにするか、まあ1年間、もしくは8ヶ月ぐらい、半年間ぐらい、新聞紙とか紙パックとか貯めておいて、で、まあ、町中の人の、近隣の人の、そういったものを燃やして暖を得ると、まあ、そういうふうな形でもいいかと思います。あちらの方が、先ほどまで、撮影していた、河川です。だいぶ歩いてきました。で、あちらの方に合流する河川があります。で、それが、こちらの、 あの横川町の方から流れてきてる、まあ、この辺は細川町なんですけども、その上流たどると横川なんですよ。で、こういうふうに、上流たどっていくと、まあ、いくつか の、 あの合流した河川になってるんですけども、まあ、そういった河川が合流してあると。で、それが、今この地点にいると。で、その河川水門回避式ダム発電を作るならこの橋のところで、そこから地下水流トンネル発電という形ですね。そこまで行ってみます。橋のところに来ました。橋の、中央部、あの辺りに竹とか引っかかってますよね。多分大雨とかで流れてきた、竹が引っかかってるんだと思います。で、サイドなんですけども、両方とも、岸壁工事が、必要です。両方の河川、そこそこ、まあ、岸壁工事がしっかりできているところまで、しっかりすると。で、水位ですけども、まあ、こちらの河川水門外壁式ダム発電、まあ、サイドの高さが、まあ、3メートルぐらいなので、まあ、あの3メートルぐらいの高さの河川水門開閉式ダム発電で、地下水流トンネル発電を、20センチかける、20センチと、まあ、2メートルかける2メートル、3メートルかける3メートルですね。まあ、それで長さが、まあ、基本的に使用するのは通常時は20センチかける20センチ、河川の底をコンクリート化したり、両サイド岸壁工事をしっかりしていれば、水はだいぶ貯水できるはずですから、流れてくるはずですから、まあ、途中でね、すぐ曲がってるんで、河川が、まあ、100メートル、すべて100メートルぐらいで、設置すると、まあ、そういうふうな形ですね。で、まあ、門はこの辺りに設置して、タービンコイルとか、まあ、この間とかに置いてもらって、まあ、メンテナンスしやすいようにとか、まあ、河川の底に入れるように階段を作っておくとか、石の、まあ、そういうふうな工夫でいいかと思います。基本的には 20×20 のタービンが、まあ、消耗することになってくるんで、まあ、交換時期ですね、まあ、その辺しやすいように、設置工事というような形になります。それではもう少し先まで行ってみます。こちらの河川が、先ほど撮影した河川です。あちらが上流で、あちらが下流で、加古川の方です。もう多分ね、加古川の下流の方の魚の絵の描いた門のある近く、あちらの門を高さ5メートルの河川開放、河川水門開閉式ダム発電の門を閉じていると、多分この辺まで来ると思います、水が。で、まあ、この先がどうなってるのかもちょっと撮影しといた方がいいかなとは思うんですけども、ちょっと行くかどうかは、ちょっと考えさせてもらいます。三木駅、神戸電鉄三木駅のあの橋から次の橋のところですね、その横から出てるあの細い用水路、あちらは結構いいですね。あちら回転扉置いたら、ずっと継続して、ギア引っ付けて、電力を得るそうですね。安定して。
でもう少し先から見たら、河川はああいう風になってます、まあ、左側の方が少し高くしてあって右側が少し低くしてある、あちらから水が流れるようになってる。で、まあ、高低差1メートル以上は、あると思います。 1.5 メートルかな、もしかしたら近づいたら2メートルぐらいあるかもしれないですね。で、まあ、これも加古川の方の、その魚の絵の描いている、水門、あちらの水門の横の温泉の、加古川の方の河川水門開閉式ダム発電を5メートルの高さぐらいの、水門を閉じて満水にした時にどの辺りまで水が来るのか、もしこの辺りまで来てないんだったらあちらの方から、傾斜つけて、真ん中の方から、真ん中の方で、まあ、1×1 の、傾斜付きの地下水流トンネル発電を、まあ、10メートルぐらい敷くと、まあ、そういう風な形、まあ、20×20 の方がいいかもしれない。これ、まあ、上流の方は、ね、全部工事してコンクリート、地面の下をコンクリート、河川の底をコンクリート化したり河川の横を岩壁工事したら水が吸われないんで、それで 1×1 まで持っていけるかもしれないんですよ。だからまあちょっと一旦はここは保留ですね、いろんなことが進んでから。あちらの方で、まあ、奥の方に、合流する河川があります。あちら回転扉置いたら、良さそうな形ですね。ある一定の水が、晴れの日でも流れてきています。もう少し先に来ました。そしたらまた、1メートルほどの、段があります。左端から流れているのと、あと奥の方でも、流れていると思います。まあ、水の広がり方を見ると。でもうちょい先までまた、撮影して加古川の方のその水門が出来上がった時にどの辺まで水位が来るのか、これがしっかり分かったらというところですね。この辺のところ、まあ、傾斜つけて、先ほどのところもそうなんですけども、まあ、傾斜つけて地下水流トンネル発電を、セットしたいところでもあるんですけども、まあある程度物事が進んでからですね、この2箇所。またもう少し先まで撮影します。だいぶ歩いてきました。またこちらの方で、少し下、段差があるんですけども、途中までのところやっぱり河川の土砂とかを両サイドに、寄せて、で河川の底をコンクリート化できてるかどうか、亀裂入ってないかどうか、土のところはないか、水が抜けていってないかどうか、まあ、そのあたりがちょっと、気がかりですね。まあ、ここから先もそうなんですけども、まあ、もうちょっと向こうまで加古川のところまで、歩いていこうと思います。あの辺りですね、まあ、安定して、水が流れてますね。あちらに回転扉、置きましょう。奥の方も結構置けるなら台数、何台も置いていった方がいいですね。で、あちらの道路が175号線です。地図で言うと、あの道路がこの、175号線で、ここの河川の上を走っている。だからまあこの辺りですね。もうちょっと歩いてみます。また、段がありました。30センチほどの、あちらも、ちょっと段があるみたいですね。で、あの山のところあたりがここかなと思ってたんですけども、あの山じゃないみたいですね。あの向こうかもしれないですね。もうちょっと歩いてみます。こちらが、先ほどのあのもう一箇所の、落差のところですね。結構ありますね。1メートル以上ありそうですね、2段合わせて。で、まあ、河川の土砂のかき出しとか結構、大変そうなところですけども、こちらに、もう一つの 河川があります。まあ、合流河川ですね。まあ、こちらの方は岩壁工事がしっかりとできてるみたいですね。ただ河川の土砂、長年堆積したものが、結構溜まっていると、まあ、こういう風な状況です。加古川はまだだいぶ向こうですね。途中経過です。また、段がありました。落差、まあ、2メートルほどですね。で、まあ、その加古川 その5メートルの、1つ目の、河川水門開閉式ダム発電の満水時がどれぐらいのところに来るかによって、どこかで多分、間に河川水門開閉式ダム発電を入れて傾斜付きで地下水流トンネル発電と、そういう風な説明の仕方になってくると思います。ですので、まあ、一旦は保留です。
この河川 の、 あのすぐ隣に、まあ、小さな河川があって、一応ね電信柱とかすぐ上にあるんで、回転扉は、何個か置いてみたらどうかなとは思いますね。まあ、水路はこうずーっと続いていて、まあ、どれぐらいの地点のところまで来たらちゃんと回るかっていうところもあるかとは思うんですけども、まあ電信柱はすぐ近くにあるんで、電線すぐにつなげれるんで、まあ置くだけの価値はあると思いますよ。雨の日とかは結構回るでしょうし、先ほどの横っちょの河川でいいとこありましたね、落差があるところ、ここだったら後ろからの水圧がかかるので、水の、まあ置くならここでしょうね。まあ向こうまでまだだいぶ遠いですけども、まあ頑張ってみます。途中経過です。また、2メートルほどの、落差がありました。ですので神戸電鉄の三木駅の前、あちらの前から合計この地点ぐらいまで7メートルぐらいの落差がありそうですね。まあもうちょっと先まで歩いてみます。やっぱり何事もしっかりと現場歩いて撮影してみないとわからないですね。まあ中洲になってるんですけども、ああいったところの木は、大体伐採して、まあ根元見てもらったら分かると思うんですけども、倒れてるでしょう。流れついてきてる木とかあります。でこういうふうな歩くところもこういうふうに薪みたいなものがいっぱい落ちてるんで、まあそういったものをかき集めてもらって、まああちらの木なんかはもうだいぶ朽ちてますよね。だからそういったところも蒲田発電に回したりとか、まあそういうところを気を配っていただいて、で、あの橋ですね、何か工事してるのは。ちょっともうちょっと行ってみます。まあ、あと、こちら河川で、まあ、あちらが民家なんですけども、あの民家の向こうに山があって、枯れてるススキですかね、竹かな。まあ、中には入ればすぐ倒木とかいっぱいあると思います。例えば、あちらの民家の方が自宅で、蒲田発電を行って、売電を行えたら、まあ、すごく、効率よく稼げるんじゃないかなと思います。もう周り見ていただいたら分かる通り、周り、民家だいぶ離れてるんですよ。こちらはもう河川越えて、あちらに行かなかったら、あちらの方の民家にはたどり着かないですから、あとここの中の河川とかね、自分で、こういう草とかも刈り取って、まあハサミでもノコギリでも簡単に刈り取れます。で、干しておけばパリパリに茶色に乾いたらすごくよく燃えます。まあ種火とかに持ってこいですね。で、まあ、そういうふうな工夫を日本中のいろんなこう山間部のご家庭で、行っていただけたら話がだいぶ変わってくると、特にオール電化まで持っていっていただけると、大体こういうところはプロパンガスを自宅の横にくっつけたりしてるんですよ。だからプロパンガスをトラックに乗せて運んで、自宅の家のガスへ供給してるところが結構多いです、三木市も。それはもう歩いていて、まあ、シューバー株式会社の仕事でも、見ていましたので知っていました。まあ、もうちょっと向こうまで行って、高速道路の作り方について、作ってる人たちについて、まあ、ちょっと文句言わせてくださいね。これだけ頑張ってるんですから。現在地が、ずっと撮影している河川がこちらです。で、もう加古川目の前ですね。で、ここが加古川市で、こちらが、小野市です。兵庫県小野市。で、ここにゴルフ場があって、で、橋脚を作ろうとしてるのは、これ何です?山切り開いてるでしょ?ダメだって言ったでしょ?淡井圭介本人が。ガソリンの残存量問題、余計車乗り回しちゃう。こんなところに高速道路作ったら。で、向こうの方に、とりあえず橋があるのと、山陽自動車道を作ろうとしてるんですかね?それとも元々あったものを付け替えてる?そういうことなんですかね。まあ位置的に見ると山陽自動車道みたいに見えるんですけども、これね、もうもともといらないですよ。長距離行こうと思ったら、JR の新快速とか、もしくは遠い距離だったら新幹線、もうそれが普通。もう僕なんか昨日は3時間ぐらいしか寝てないのに、これだけ早朝から歩いて、もう夕暮れですよ。こんなところまで歩いてきて、自宅の家近くからね、そういうところ見習ってもらわないと。もうガソリン、何千リッター何万リッター使いました、この工事で。もう国土交通大臣歴代5代ぐらい遡って叱られますよ僕に。あと一般の人とか NE の残存量問題バレたら
まあ話は変わりますけども、ああいう風に、河川のど真ん中に大きな流木が、倒れていたりだとか、まあ結構あるんですよね。あ、もう呆れますよ。これもしね、ここにあのゴルフ場があるんですよ。これゴルフ場をつなげるためにこんなことしてるんだったら本当にもう許さないですよ。もう相当な覚悟を決めてもらわなきゃならないですよ。例えば河野担当大臣がデジタル庁の、河野さんが、特命担当大臣で、マイナンバーカードの、デジタル庁の大臣されてますけども、それでちょっとしたね、末端の人たちの失敗で3ヶ月間給与なしになったりしてるんですからね。もうこれ以上高速道路なんか作っちゃダメだっていう話してるんだから、作っちゃダメじゃないですか。意味ないんだから。もともと腐らないものは JR とかで運んだらいいんですから。貨物列車70両ぐらいか80両ぐらいついてるでしょ、長い時は。何にも分かってない、本当に。実力者どこにいるんです、本当に。大野市長と加古川市長と兵庫県知事、あと国土交通大臣、何してるんです本当に。エネルギーの残存量問題が一番だって言ってるのに、何にも分かってない本当に。ちょっともうちょっと撮影します。河川の方ですけども、少し段があります。もう、加古川まで目と鼻の先です。で、向こうの奥の方に見えるのは、あれが山陽自動車道です。っていうことは、この道路は新しい道路です。必要のない道路を作ろうとしてる。で、これ受注発行、ここのハリマ CC っていうところのゴルフクラブにつなげようとしてるでしょう。で、この辺の、山の中全部切り開いて加古川ゴルフクラブともつなげようとしてるんじゃないですか。ちょ、これもう本当に横領罪、横領罪。ちょ、本当警察官、淡井圭介がまともな側の人間、市長、何代も前にわたって、多分もう10年ぐらい前から、計画とか立ててる、建設関係とかもそうなんだけども、お金、変なお金の使い方しすぎで、エネルギーの残存量問題何も分かってない。もう捕まえた方がええ。もう行って、立件、告訴。以上、していいことと悪いことがある。現在時刻、16時40分、コンピューターさんちゃんとピント合わせてください。10月の今日は25日、山陽自動車道今から映しますよ。ね、車何台通ってます、さっきから。今通った、その後ろも通った、だけどもあんまり通ってない。山陽自動車道だけで十分。こんなところにいらない。もともと車あんまり走ってない。普通に考えたら分かることや、人口とか見たら。どこの誰や、金回し遊んどうやつらは。100人ぐらい横領罪や。全員確保しといてくれよ。一応そこの車両は清水建設工業って書いてる。清水工業、冷静、清水工業。国の金ジャブ使った横領罪に決まっとるやろ。それぐらいしっかり勉強して社会出てこい。一応撮影しておきますけども、こういう風な形です。家の横に、ガスボンベ、くっつけて、生活されています。それが、田舎の人たちの暮らしです。本日の撮影で最後に皆さんにしっかりと勉強していただきましょう。神戸電鉄、画面の前にあります。こちらが青尾線であり、三木線であり、電柱を見てください。木製です、木製です。ほとんどの位置が木製でずっと作られています。そして火事なんか起きてない。これがエネルギーの上手な使い方。木をカットするだけで、あとは設置すればよい。倒れないようにしっかりと。そしてこういう風な仕組みは神戸電鉄の鈴蘭台から、この線路は三木線路は、青尾線はこういう電柱で全て稼働しています。これが正しい知識です。
いちいちコンクリートの電柱なんか作らないこと、山行ったら木はいっぱいある、うん、